皆さん、こんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はドジャース戦ありませんので、ドジャース情報と、あとはトレードのね、話題というか、いろいろとね、また記事も出ておりますので、その辺も紹介していきたいと思いますし、まずはですね、OC レジスターの方に、ドジャースのトレードのプランということでね、どういう感じで動いていくのかな、っていうことが GM のね、話として出ておりますので、 まあ前もちょっとね、えー、話していたような感じなんですけど、GM 同じようなことをね。ただまた記事として出ておりますので、そちらを紹介してね、まずやっていきたいと思いますね。で、怪我人がやはりね、出ておりますので、じゃあどうするのかっていうね、えー、状況と、どういうふうに動いていくのかっていうね、トレードデッドラインでね、というまあ話なわけですけども、以前もですね、怪我人が出たからといって、プランの変更はないということがね、えー、言われていたので、 ま、そこは同じようなことなわけですけども、現状はですね、自分の地区で7.5差ぐらいつけているということにはなってですね、ホストシーズンはね、出られるだろうっていうことにはなってきてると思うので、そっち側に集中したいというところですね。だから今からこう、頑張って勝っていくっていう方向のために補強するというよりかは、 10月に大きなインパクトを与えることができる選手の補強に集中できるというね、現状状況であるということですね。まあ他のチームであれば上を追っていかないといけない立場ではあるので、今すぐにこう、いろんなところをね、アップグレードしていく必要があるわけですけども、もちろんドジャースとしてもね、このままずっと負けていっちゃうと差が縮まっていくので、まあそういうことになってしまったら困っちゃうわけですけども、ただ現状の戦力でもある程度は勝っていって、 で、ポストシーズンはね、いけるだろうっていうことだと思うのでね、割かし余裕を持って補強に挑めるという話かなと思いますね。そしてですね、先発ピッチャーには多くの怪我人を抱えておりますので、ちょっとね、どうなんだろうなという話ではあるんですけども、ストーンがね、大きくステップアップしてですね、ナックが穴埋めをしてくれているというところでね、十分な能力を証明してきていると。 で、トリプル a にですね、上がったジャスティン・ウログルスキーですかね。も、えー、トリプル a のデビュー戦でいいピッチングをしたので、まあ、少なくともですね、限られた役割ではあるが、シーズン終了前にドジャースの中で投げている可能性もあるというところですね。後半戦ね、ピッチャーが足りなければ。では、そういうピッチャーも控えてはいるよねっていう話なので、後半戦のイニングをね、食べてくれるようなピッチャーの補強っていうのは、現時点では必要ないというか、急務とは感じていないというね、えー、話であるので、 欲しいのはやっぱりポストシーズンで投げるね、先発ピッチャー、ポストシーズンのローテに入れるようなインパクトのある先発ピッチャーがやっぱ欲しいというところであるので、イニングをとりあえず投げてくれるというか、このままいい感じでね、レギュラーシーズンを過ごしていくっていうピッチャーはチーム内にはいるということだと思うんですよね。だからこのまますっごい負けちゃうということがないのであれば、そのね、トレードデッドラインでは、 そこまでの補強っていうのはね、今必要な選手の補強っていうのはないのかなっていう話。ただ状況が変化する場合っていうのはまあもちろんあるわけなので、 そうなってしまったら、えー、その時またね、えー、対応するという感じかなと思いますね。そして大きな部分の動きとしてはやっぱりクロシェっていうところをね、加える部分ではあるだろうという話で、えー、年俸が安くてですね、まだ2シーズン保有できるというところなのでお買い得であろうということですね。こちらのクロシェの話は昨日しましたけどもね、まあ、トレードオファーをしたけどもすぐに却下されたみたいなところでね、ホワイトソックスが欲しい選手がまあ含まれていなかったのかまだ足りないという話だったかはわかりませんけども、 まだまだね、えー、期限までは時間があるのでね、またチャンスはね、来るかなと思いますが、ただ他のチームもね、やはり欲しがってはいますので、そこそこ出さないとね、取れないのかなと思うので、本当に欲しいのであれば、トッププロスペクトをね、複数名みたいな感じのパッケージにはなってくるのかなと思いますね。で、 ね昨日そのパッケージについてコメントをいただいてたんですけども、まあ、そこの部分においてはですね、しっかりと記事に出ていたものなのかちょっと確認はできていないんですよね。だから、その昨日 USA Today の方にね、出た記事をもとに、まあ、ホワイトソックスがですね、アップサイドの高いプロスペクトを欲しがっているっていう文を、まあ考えた部分で、 誰かが、まあ、こういうパッケージじゃないかという予想したものなのかなと思うんですけども、まあ、実際にそのパッケージしっかりと記事に出ていたものがあったらちょっとね、コメントで教えていただきたいんですけどもね。そして一旦ですね、話は逸れてしまうんですけども、この記事とはね、その昨日コメントいただいていて、多分 X の方に出ていたパッケージなんですけどもね、そちらをいつものね、トレードシミュレーターで出すと、えー、デポーラ、リランゾ、バルガス、リバライアンというね、えー、ドジャスが出すパッケージ。 ホワイトソックスがクロシェ。まあ、とりあえず1名っていう感じですけども、このね、ロバートと2名でみたいな多分きついし、もしかしたらディヨングみたいなね、感じでこうパッケージで、あとはコペックっていうところもあるかもしれませんけども、とりあえず1名で考えれば78.00と59.70というね、パッケージになっておりますので、まあ、ドジャスがまあまあね、まあ、高いというか、そんな感じのパッケージではあるんですけども、クロシェが人気になりますよってなると、 まあ複数チームがこうガーってきますから、よりこうね値段としては、えー、現状のそのクロシア59.70というバリューがついてますけども、それより高く払わないと取れないようなね、状況にはなってくるので、まああながちこの78っていうのは高いか安いかっていうと、まあまあな感じなのかなと思いますよね。ただ、やっぱりこのね、デポーラとか入れないと厳しいのかなっていうのはありますので、正直ホワイトソックスはもっとこうね、デポーラと、 ラッシングとかね。ま、さすがにそれは厳しいかなっていうのはあると思うんですけども。でもそういうのをね、言う立場ではあるのかなと思うんですよ。ホワイトソックスとしてはね。 別に今すぐ出す必要もないんですけども、ただ、トレードする価値としては今出した方が高くはなると思うので、で売り時と考えるのであれば、えー、他のね、いっぱい、こう、欲しがるチームがいっぱいいるわけですから、どんどん出せ、どんどん出せってね、えー、言ってきて、で、よりいいものを選ぶとすると、まあ、それぐらいを吹っかけてくる可能性はあるのかなと思うんですけどもね。だから、そうなってくると、まあ、そこまでするかな、みたいな話もね、ドジャースとしては出てくるので、そこはどう考えているのかですよね。 デポーラとラッシングっていうと、まあ、トップ2なんでね、ドジャースのプロスペクト内でね。で、あと、トップ5ぐらいに入ってるところもね、突っ込んでいかなきゃいけなくなってますからね。上位が全部ごっそり抜かれるような感じにはなっちゃうので、まあ、そうなると厳しいというね、考え方もできると思うんですよね。で、ま、あその上位どころを入れつつ、これでね、勘弁してくれっていう個人的なそのパッケージですけども、ラッシングを入れて、デポーラはちょっとね、個人的には、 お気に入りなので、出したくないなっていうかね、出してほしくないなみたいなのあるんですけども、もちろんまだ18とかだからすぐ出てくるわけじゃないんですけどもね。そして将来出てくるかは保証されてませんから、価値があるうちにっていうのはもちろんあると思うんですけどもね。ただそこを抜いて、え、ラッシングを入れてちょっと若いピッチャーを追加して、 だから、さっきのバリューよりかはちょっと安くなっちゃうんですけども、まあ、これで我慢してっていう感じのね、パッケージを個人的にはね、作ってみましたけどもね。っていう感じで、まあ、昨日コメントでいただいてたもののね、バリューと、で、個人的にこれで我慢してねっていうバリューを、えー、ちょっと出しましたけどもね。っていう感じなのでね、まあ、これぐらいか、まあ、これ以上出さないと取れない可能性はあるのかなという話ですね。という感じで一回ね、脱線しましたけども、記事に戻りまして、 で、あとはホワイトソックスの中で言われているのはロバートのね、部分ですけども、まあ、そこはちょっとね、出てこないんじゃないかって他の部分で昨日言われてましたからね、ちょっと厳しいのかもしれませんね。取るとしてもね。で、あとはですね、ショートの部分の話なんですけども、GM としては、ベッツの骨折が治りまして、復帰の準備が整った時点でショートに戻るのが今のプランだと語ったということなので、GM としては、 ベッツが我々のショートっていうことでね、まあ信頼を寄せているということなんで、そういう状況でプランとしてはあるのかなと思いますね。ちゃんと戻れるのであればね、っていう形にはなってくるのかなと思いますね。で、あとはですね、ロハスの話もね、出ていまして、監督としてはロハスのショートっていうのは気に入ってるから、もしかしたらショートのまま、ベッツが帰ってきてショートのままみたいな話もあるかもしれないなっていう、 ニュアンスとも取れる感じでも話してる部分はあるんですけども、ただ GM としては、えー、ショート側は別っていう感じなのでね。 まあどういう風うにはなるかわかんないですけども、まあ GM の考えのが強いかなとは思うのでね。まあ今のところだからショートの補強っていうのはあんまりないと考えていいのかもしれませんね。状況によって。ベッツがまああんまりちょっと戻れないなみたいな感じになってくるとあれですけども、この1ヶ月でそうはならないかなとは思うので、ショート補強っていうのは薄いのかもしれませんね。ただ監督のね、ロバーツ監督の方のプランでいけば、ショートロハスでいって、 で、ベッツをセカンドにっていう考えもできるので、まあそうなってくるとラックスがですね、かなりこの後ベッツが戻ってくるまでにもっともっと頑張らなければ、そこのね、ポジションを奪われるような形にはなってくると思うので、まあそういうことも書かれておりますね。であとはポストシーズンで、まあベッツがショートを守っていてですね、本来であれば守るところではなかったわけですけども、頑張って、まあ一応守っていると。 ただ他にね、得意なポジションがあって、本来はそちらでね、出るはずだったんですけども、ポストシーズンもショートで出たとして、万が一ですね、重要な場面でのミスが出て、ショートでね。 で、試合を落とすようなことになってしまったらどうだろうかと。で、そういう状況に彼を置くことはどうなんだろうか、みたいなこともね、一応この記事としては書かれておりますけどもね。で、からまあそう言われちゃうとね、なかなかまあベッツもショートをやったことなくてショート頑張ってやってるっていう思いもあるけども、まあでもショートじゃない人ではあるわけなんでね、まあそこをね言われちゃうとちょっと、うわーって思いますけどもね。まあだからいろいろと考えてはいると思いますけど、チーム内でもね。 GM はベッツがショートに戻るって感じですけども、監督はまあロハスのショートっていうのを高く評価しているという感じではあるのかなと思いますね。っていう感じのまあ今日の OC レジスターの方のね、記事ですけども、まあ現状では怪我人によるプランの変更はやはりないというところと、インパクトのあるポストシーズンでのインパクトを求めて補強に移るというところなので、例えば現状サードがねーとか、ショートがねーとかいろいろと言われてますけども、 まあ現状のための補強っていうのはまあないという感じなのかなと思うんだよね。だからレギュラーシーズンを勝っていくために急にね、必要な部分を補強するということはないということなんで、まあもちろんそのポストシーズンに役立つ選手をね、補強するっていうことはあり得るんだけども、だからたまたまそれが、 ねえ、サードだったらそうなるかもしれないけども、マンシーが戻ってくると考えればそれもね、ないでしょうしね、なかなかね。だからそういう方向で余裕を持った補給を考えているというところでしょうかね。だから結局はもうそのポストシーズンで投げられる、ええー、まあインパクトのあるピッチャーがね、ええー、とりあえずの一番の部分で、あとはまあ、できればみたいな感じにはなってくるのかなと思いますけどもね。 そしてですね、アスレチックの方に、ビシェットとドジャスが理想的な組み合わせではない理由ということでね、今日出ておりまして、まあ記事の中の一つとして出てるんですけども、トロントがね、トレードするのであれば、ドジャスにね、理想的にフィットするようには見えるけども、ただ一つ問題があるということで、 フリードマンさんとしてはですね、昔からまあ守備にはうるさいということなので、まあ、その点が一つね、えー、引っかかるんじゃないかということですね。ビシェットもそんなにこう守備がっていう感じではないわけですよね。まあいい時もあるんでしょうけども、まあなかなか厳しい時もあるというところと、ただそれはまあ結構打つ方がいいからショートとしてね、OK なわけでして、 まあ守備だけで考えるとっていう感じだとそうなっちゃうのかなと思うんですよね。で、現状攻撃でちょっとね、今シーズンかなり苦戦してはいるので、その辺もね、どうなんだろうなっていうところと、ただ、まあ苦戦しているとはいえ、ドジャースのね、トップヘビーなラインナップに入れば、下位打線の方向にね、まあずれたりしていくわけですから、ちょっと厚みは生まれるかなと思いますよねっていうところと、 もしビシェットを獲得したらですね、先ほどもちょっと話にはありましたけども、ベッドをセカンドに戻せるようなね、形ではあるよねっていうところですよね。でそうなってくればね、ロハスとかをまたバックアップなね、えー、役割に戻してですね、えー、いい感じでこう運用できるのかなっていう話でしょうね。そしてビシェットをですね、まあ獲得するのに、適切な獲得コストであればドジャースとしては OK だろうけども、 トロントとしてはですね、そんなにこう安く売るとは思えないし、まだ来年までですね、支配下に置けるので、まあ安売りする必要もないから、だからまあなかなかそのトレードに出すかもわからないし、トレードとして、まあ対価としてまとまるかはわからないというかまとまりづらいね、感じにはなるんではないかという話ですね。で、ドジャースとしてはじゃあ他にどこを獲得できるのか、誰を獲得できるのかって考えると、まあそんなにいないので、 結局はベッツ・ロハス・ラックスの、えー、ミドル・インフィールダーでこうやりくりするような形にはなっていくんではないかという話でね、書かれておりますね。あとは同じ記事にですね、クロッシェの話題も書いておりまして、まあ昨日も言われていたけども、この後、投球のね、イニングを制限していきたいみたいな感じにはなってるから、まあでもドジャースとしてはですね、それなりにこう、まあ投げるピッチャーはいるので、ポストシーズンに向けてクロッシェをこう、レギュラーシーズンでフルに活用するっていうことではなくて、 まあ、ある程度制限しつつ、10月にですね、投げてもらうっていう方向で、やれることはやれるということもね、書いてありますけどもね。あとはですね、ガイアももう一人ですね、まあ、ベッツとマンシーが入ってきた時に、7番を打てるような、レギュラーガイ野手を加えることで、パフェスとヘイワードをですね、8番で、まあ、あのー、ピッチャーの右左によって起用して、で、ラックスカロハスを9番で起用するってことができれば、 そこそこね、その厚み的にも、右左での、まあ何でしょうね、ダメージっていうのも少なくなんのかな、みたいな話だと思いますけどもね。なので、そういうところで7番を打てそうな、外野手っていうところを加えられればいいのかな、っていう話でしょうね。あとは、リリーフの部分としては、やはり、タナースコットが需要が高いんではないかということでね、オリオールズ、ヤンキス、フィリーズ、ドジャースがね、狙っていますよ、っていう話にはなってますね。っていう感じのアスレチックのトレードのね、情報記事ですね。 そして、あとは、ブリーチャーレポートの方にですね、ドジャースのトレード予想みたいなのが書いてありまして、まあ、ドジャースとしてはですね、アンダーソンとヒホを獲得、エンゼルスからね。で、エンゼルスにデパウラとフラッソと、えー、コップをね、まあ、出すと、3名出すという感じの、まあ、トレードの、こう、パッケージ予想みたいなのが出てるんですよね。 こちらの記事の中のね、文章によるとですね、まあ、2チームでトレードが行われるのかどうなのかみたいな話はもちろんあるわけですけども、今ですね、ベッツが負傷していてですね、ラックスがなかなかね、打つ方でもこう、貢献が、まあ、できているはできてるんですけど、最近ね。ただ、トータルしてみるとできていない状況の中なので、まあ、内野手も必要だよね、というところと、先発ピッチャーに怪我人が多いので、ピッチャーも必要だよね、という判断で、キホとアンダーソンというところでね、トレードパッケージにはなってますね。 で、まあ、もう一年ですね。ヒホンももう一年、アンダーソンももう一年保有ができるという形にはなりますけども、まあ、エンゼルスとしては今シーズンもかなりね、良、えー、くない状況ですし、来シーズンね、また復活できるかっていう可能性も低いので、 もうそろそろね、えー、その辺の保有権が短いところはトレードの対象になるんじゃないかというところと、あとは今出しとけばプロスペクトの見返りはね、あるんではないかということですね。で、ドジャースがアンダーソンをね、再獲得するのもちょっと面白いかもしれないということで書いてありますけどもね。ただまあ、このパッケージを見た時にちょっとびっくりしたな、みたいな思ってね。 まあもちろんその、いつも言ってますけども、トレードのシミュレーターのバリューが全てではないので、まあバリューがね、全然釣り合ってないとしても、確実にじゃあその通りにならないかと言われれば100、100%そうではないとは思うんだけども、今回ばかりはちょっといかついなというふうに思いましてね。で、まあデポーラーはね、先ほどもこう、クロシアを取るためにこう入れるのかどうなのかっていうのはあると思うんですけども、そういうところにだけこう、まあ出すような選手だと思うんですよね。バリュー的に考えればね。 逆にこれは、えー、ドジャスがかなりね、今、パッケージのね、バリュー出してますけども、かなりの、まあ、かばいみたいになってますので、まあ、まずデポーラーを入れるってことはありえないと思うんですよね。あとはまあ、フラストとね、コップっていうことになってますけども、 だから、バリューを釣り合わせるとすれば、この2名でもね、ちょっとドジャスが多いぐらいなのかなと思うんですよね。なので、ちょっとね、このトレードパッケージではきついかなっていうところはあると思うんですよね。あとは、アンダーソンはあんまりね、取るとは思わないかなと思うので、先ほどの、そのポストシーズンへのっていうところ、ポストシーズンでのっていうね、補強にはなってくるので、ポストシーズンまでに投げてくれるっていうところではないと思いますからね。まあ、そうなってくれば、 ま、秘宝だったらね、内野手を補強しようっていうところと、あとはユーティリティの部門で、補強したいなーっていうところと、あとは左右ね、打席立てますから、っていうので補強するのであれば、秘宝はありかもしれませんけども、まあ、そこだけかなーなんて思いますね。あとは外野で言えばウォードですけどもね。そっちの方が強いかもしれないなと思いますね。で、アンダーソンはちょっとね、年俸がそこそこなのと、来年もその年俸があるので、まあ、バリューとしてはマイナスっていう風にはなっちゃってますけどもね。ただ、えー、 エンゼルスとしてはちょっと、こう、来年どうかわかんないし、来年もですね、勝負をかける部分ではなくなっちゃうのかなと思うので、アンダーソンもその、今シーズンであれば、どっかしら引き取り手があると思うので、まあ、脱色っていうのは手かなと思いますね。マイナスバリューだけども、まあ、どうしてもピッチャー欲しいっていうところはね、えー、どっかしらは手を挙げると思うからね、っていう話ではあるのかなと思いますけども、今回の、そのパッケージだけ見ればね、ちょっと、すごいなっていうふうには感じたという個人的な感想ですね。 そしてですね、明日からの話にはなりますけども、昨日もお伝えしましたけども、明日からダイヤモノバックス戦がホームで参戦。で、ブルワーズ戦も参戦あってですね、合計で6連戦という形。で、1日また、えー、日本時間だと火曜日がお休みで、で、今度はアウェーでフィリーズ、タイガースっていう形になりますね。で、オールスターブレイクかな。 という感じの、このね、2週間余りにはなってきますけども、で、明日は11時10分、で、明後日が11時10分、で、し日は10時10分ということにはね、なってますね。開始時間としてはね。で、ブルワーズ戦が11時10分で、で、その後は8時15、5時10分という感じにはなってますけども、明日がですね、ネルソンが先発ということで、ドジャスはね、ミラーですけどもね。で、ネルソンについてね、ちょっと話したいと思いますけど、時間があるんでね。 まあ、2024年は防御率が5.69ということで、去年もまあ5点台ですかね。2022年は、まあ、数的にもね、少なかったと思うので、1.47と、まあ、そこそこいい感じではあったわけですけどもね。ただ、そんなに投げてるわけじゃないので、まあ、えー、トータルして投げていくと、やっぱりこういう感じにはなってくるのかなとっていうのとね。基本的には、ォ、えー、ーシ針が50%。で、カッターもあるので、翔平にはカッターが来るのかなと思うんですけども、21.9%。 で、スライダーが10.5%で、チェンジアップも10%ぐらい。で、カーブが一番少なくて7.4%というね、投球の。まあ、これは試合によって割合は変えてきますけども、トータルするとそれぐらいの割合ということですね。で、唯一プラスの感じなのが、まあ、今年はカーブなのかな。ただ一番ね、えー、投げてる数としては少ないので、そこまでこう、えー、投げてくる感じではないのかなと思いますね。 で、フォーシームとかカッターとかスライダーとかチェンジアップとか、まあ、その辺は全てね、被、えー、打率も3割超えという感じにはなってますしで、スライダーが一番長打率的には高いのかなと思うんですよね。だからそこは狙い目なのかもしれないし、フォーシームもまあ、えー、普通に多分打たれてるとは思うので、そこもですね、狙い目にはなってくるのかなと思いますね。で、勝ったとしてもそこのね、評価的にはいいものではないから、 まあ、商品には投げてくるかもしれないけどもね、しっかりと捉えられる可能性はあるのかなと思いますし、チーム全体としては、やはり、えー、それなりに捉えて点をね、たくさん取ってくれたらいいかなと前半からね。なので、まあ、明日はそんな感じのね、印象でいってほしいなと思うんですけどもね。まあ、そうは言ってもですね、そううまいこといくかっていうと、まあ、やってみないとわかんないしね。うん、だから、なかなか難しい話で、防御率が悪いからってね、 その、簡単に打てるわけでもないしね。で、最近まあ7ゲームぐらいだとちょっとね4点台とかにはなってるから、前よりかは良くなってんのかもしれませんけどもね。ただ前回当番は3.2イニングで6失点っていうところでね、まあ結構点は取られていて、で、その前とその前がですね、6イニングで1失点の7イニングで2失点みたいなところで、結構いい感じで投げたみたいなんですよね。だからまあどっちのパターンが来るかにはよりますけども、 ドジャースもですね、おそらくその5月の時も、まあ、点をね、たくさん取れたらいいよね、みたいな話はしたと思うんですよ。ただ5イニング無失点で行かれてるので、まあ、そこのところのリベンジを果たしてもらいたいなとはね、明日は思いますけどもね。っていう形で、まあ、球的にはそんなにこうね、すごいいいボールがめちゃくちゃいっぱいあるっていうわけではないんですけどもね。前回は、ま、無失点で行かれてますから、明日はしっかりと。 大量にね、大量にというか、前半から点をね、重ねていってほしいな、なんていうふうに思いますね。ということで、明日からダイヤモンドバックス戦という話になりますね。そして、あとはその他情報としてはですね、昨日のその USA Today の方にね、たくさん情報がね、えー、散りばめられてはいたんですけども、まあ、メッツのアロンソの話ですけどもね、ライバルチームとしては、メッツがワイルドカード争いから5ゲーム以内にいる限りはトレードはないんではないかということでね、考えているというか、確信しているということと、 あとはブルージェイズの話ですけどもね、菊池雄星、ジャンセン、ガルシア、ターナー、キアマイヤーがトレードにね、出てくるだろうということで、ただですね、ギレーロとビシェットはですね、少なくとも今年の冬までは残るはずだということでね、まあ、ただなんか本人たちはなんとなくね、出てもいい感じの雰囲気を出してますし、まあ、もちろんチームが負けてるからっていうのはあんのかなと思いますけどもね。 ただ、残るであろうということで予想されているというところですね。で、あとはトレード市場で最高のリリーバーはタナースコットだろうというところと、で、この前ディアスがですね、粘着の方で10試合停止ですかね、を食らったわけですけども、まあ、そのね、関連においてですね、あるベテラン幹部はですね、重要なのは彼らがどのようにそれを行っているかを見ようとすることだということで、 審判が内野手のグローブをチェックするようになれば答えが見つかると思うというね、コメントが出されているということですね。だからどういう経路でというかね、どうやってそれをこうね、やっているのかっていうところがわかるんじゃないかみたいなところでしょうか。で、あとはですね、アスレチックスとしては、ルーカーとかアンデューとかですね。まあいろいろとこう、まあトレードのね、選手たちがトレードになりそうな選手たちを抱えておりますので、 スカウトをですね、送り始めているということでね、えー、書かれておりますね。そして、アーロン・ジャッジがですね、ホームランダービーへの参加をですね、辞退したというね、コメントがこの前出たので、 まあ、昌平にやっぱり出てほしいなーっていうところでね、強く参加をね、働きかけていることは間違いないということで書かれておりますけども、やはりですね、大谷の存在は視聴率を大きく変えるだろうということでね、出ておりますんでね。で、昨日ですね、ホームランダービーのルール変更っていうのがね、発表されていて、動画は撮ったんですけども、確か、えー、昨日動画に入ってなかったと思うんですよね。カットしちゃったので、おそらく。だから、まあ、あこの変更によって若干出やすくはなったのかなと。まあ、昌平がという意味ではなくて、まあ、あ 出たいかなっていう選手も若干はそのハードルは下がったのかもしれないということですね。今までその、いくらでも何球でもこう、時間内に打っていいみたいな感じだったので、めちゃくちゃこうスイングをするわけですけども、だから平均が43スイングだったと1ラウンドのね。で、今回1ラウンド8人出てですね、球数がですね、40球ですかね。で、3分と決まっていて40球でタイムアウト1回ということで、 で、あとはボーナスステージみたいなのがあるのかなと思うんですけども、そこはですね、ホームラン以外でこう、スリーアウトみたいなカウントしていって、例えば、ホームランに届かなくてね、ダイアフライで終わったみたいのだと、多分ワンアウトって出るわけですよね。それが3つになるまで、えー、打てるみたいなことですかね。で、425フィートのホームランを、えー、その前に放てば、アウトカウントとして、まあ、アウトカウントが増えるっていうと、その、 一つ増えちゃうみたいなニュアンスになりますけども、その3アウトだったのが4アウトまで OK になるみたいなね、プラスされるっていう感じのことみたいですね。で、それがまあ予選でまずやって、で、準決勝はその上位4人が進出してトーナメント戦みたいになりまして、で、分数と球数は多分同じなんですよね、準決勝はね。で、決勝が2分になって27球になってタイムアウト1回。で、ボーナスルールは同じみたいなことで書かれておりますので、 ある程度めちゃくちゃ振るみたいなことがなくなってくるというか、まあ、時間があっていくらでも打てると、まあ、できるだけ早くいっぱい打とうとするので、ホームが崩れるし、まあ、思った以上にこうね、えー、体力を使っているので、それが軽減されるという感じにはなるのかなと思いますね。なので、まあ、出たいなって思うけども、ちょっとやめとこうかなっていう選手がちょっとは出やすくなるのかなっていう話ですね。ただ、翔平としてはこう、ね、リハビリ中でもあるから、 今シーズンはちょっとどうかわかりませんけどもね、なかなか難しいかもしれませんけども、これがもうちょっとね、えー、前よりは軽減されていってるので、まあ、40球っていうのもどうなんすかね、ちょっと多いのかもしれないし、まあでも、まあ、せっかくやるならっていうのもあるしね、あんまり少なくてもあれなんでね、と考えると、まあ、これをね、そこそこなペースで打てるっていう感じで影響が出ない ってなれば、彼もいずれまた出るかもしれないなと思いますけどもね。ただちょっと出ないでほしいなっていう声の方が多いかなというか、大きいかなと思いますけどもね。っていう感じのホームランダービーの話ですね。という感じでちょっと今日はこれぐらいで終わりたいかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でおります。ということでね、ここから雑談となりますけども、 まあ今日もですね、いつも通りスタバレコーヒーを買ってきたわけですけども、ちょっと今日並んでて、まあ僕の前に一人いて、で、もう一人前で注文してる方がいてね。で、まあ待ってたわけですよ。まあそのね、注文してる方のものがこう、いろいろとね、注文した後に、まあ作ったりして、で、その僕の前の、まあおばあちゃんって言ったら失礼だけども、まあそれぐらいの年齢の方だったんですけども、まあその方が待ってたわけですよね。 で、えー、その、最初に買ってた方のものが全部こう、終わって、で、レジにですね、パートナーさんが来て、大変お待たせしました、って言ったわけですよ。そしたら、本当に大変お待たせよ、とか言って言うわけですよ。怖と思ってね。いや、そこを、いちいち言う人いるんだと思って。まあ、その、なんて言うんでしょうね。何かしらがあってめっちゃ待ったならしょうがないですけども、ただまあ、並んでて前の人が買ってるのを待つっていうのは当たり前の話じゃないですか。 まあだからそれを待ってるのが嫌だったらね、自分の席に座って今ネットから頼んで、えー、待ってるってこともできるので、まあ店内に行ってあとはタンブラーに入れてもらわないのであればそっちの方が早いんですよね。並んでた場合はね。だけど別にまあそれを使わないわけですしね。普通に前の人が買ってるのを待ってただけでですね。スタバの方はまあ一応待たせてるから、えー、大変お待たせしましたと言っているだけですから、まあ普通にただ待ってただけなんでね。 怖えと思ってね。しかもなんか普通のそういうおばあちゃんなんで別にそんなにね、いかつそうな感じでもないんだけども。まあ、ね、余計なこと言う人は、まあね、いろんな人がいるからね。まあちょっと、こう、長いなーって思っててイラついてたのかもしれないけども。まあでもいるんすよね。そういう人もね。でもスタバでそんなに見ないけどもね。ただたまになんかブチギレてる人はいますけども。この前もなんかブチギレてるね、えまあおばあちゃんではなかったけども、 もうちょっと若かったですけどもね。そんな感じの方もいたし。まあなんか、ちょっと治安悪いなと思ったん、ね、で。ただ日本もですね、多分この後ね、まあ数十年っていうレベルなのかな、わかんないけども、だいぶその働いている側の人の負担とかもあるし、だからそういう部分の、なんて言うでしょうね。まあ今はおもてなしみたいな感じですごい丁寧な感じでやってますけども、そこもね、だんだんこう、まあ、 海外寄りになっていくのかなと思うんですよね。じゃないとやっていかれないというかね。もちろん丁寧な人はいると思うんだけども、まあ、大体こう、まあ今もね、そうなりつつあるかなっていう接客もあるんですよ。正直感じる部分はあるので、まあそうなりつつはあってるんだと思うんだけども、でもまだね、それなりにやっぱ丁寧な部分はあると思うしね。だけどそれが今度、えー、若干こうね、どのんどんそっち方向にシフトしていくというか、なっていってしまうって感じにはなっていくと思うから、 やっぱりその、当たり前じゃないっていうところを感じとかないと、そういう、なんでしょうね、イラつきみたいのが生まれてくるのかなと思うんですよね。やっぱこれはずっと日本にいたら、まあそんな感じにはなってしまうと思うしね。やっぱりなんとなくアメリカとかちょっと行っおくと、あ日本って丁寧すぎんなって感じるわけですから、まあやっぱりそういう心も必要だよねみたいなね、思うわけですよね。だからアメリカのスタバ行って日本のスタバて帰ってきていくと、ちょっとね、丁寧すぎるなっていうの感じる部分ではあるからね。 でもそうなっていくんじゃないかなと今後ね、日本も、そんな感じはしますけどもね。あと治安ももっと悪くなっていきそうだな、なんて若干ね、最近の、ま、いろいろと見てると思いますけどもね。あとはですね、そのアメリカね、一応こう今行くっていうことは言ってますけども、まあ、昨日もですね、こういう感じのが見たいな、みたいなコメントをね、ちょっといただいたんで、それはね、作りたいなというか、まあ、そのバーガー屋さんね、インアウトバーガーには行こうとしてたので、まあ、その辺の動画とか、あとは、 食費がいくらとか治安がどうだとかっていう話でね。治安はめちゃくちゃ悪いと思うんですよ。もう調べてますけども、やばいってことなんで。だからその辺をね、プラプラ、こう、例えば夜とか歩いてね、治安を検証しようみたいなことはやらないですけども、ただ見た感じどんなんだろうな、みたいなのはね、感じる部分はできると思うので、その辺も、まあ一応お伝えしたいのと、あとは食費とか、まあどれぐらいだからトータルでかかったみたいなね、帰ってきた時にやりたいかなと思いますね。全部、こう、記録しといてね。 っていうのはあるので、まあ、食費、交通の移動ですよね。だから基本的に Uber とかになるとは思うんだけども、そういうのとか、まあ、何を買ったとかね、そういうのでトータル、あとはホテルとかね。まあ、それでこう出してみたいなと。怖いですけどもね、出すのね、いくらかかったっていうのを、まあ、まずドルでやって2本円にしてね、多分びっくりする値段になると思いますけどもね。だからま、それもね、帰ってきたら、無事にね、帰ってきたら、まずその、ちゃんと入れるかみたいな問題ありますけども、無事に帰ってきたらそれもやりたいと。 あとはホテルの話で言うと、随分前に一回予約しといたんですよね。で、まあ今そのキャンセルがほぼほぼこう、到着する何日前までみたいなキャンセルでね、取れますから、まあもちろん前払いのやつもあってキャンセルができないようにね、プランもあると思うんですけども、ただキャンセル聞くやつとかね、まあ変更できるやつみたいなの取っといて、ただですね、まあホテルにもよると思うんですけども、もう時期的な問題でだいたい値段決まってるのとか、 あとは予約のね、数で、こう、多ければね、どんどん高くなっていくとかね、少ないと安くするとか、こう変動性みたいのが導入しているところもあるので,で、変動するんですよ。見てるとね、ちょこちょこ見てるんだけども。で、最終的にね、えー、今んとこで最初に予約した金額から、 580ドルぐらい安くなってんすよね。580ドルっていうと、今だともうね、10万いかないぐらいだと思うんで、だいぶ違うわけですよ。だからね、やっぱりその辺も、まあ、だいたいわかってると思うんですけども、あとは、なんてでしょうね、パッケージで行く人はもう、ホテルと飛行機とセットでみたいなのになってるから、関係ないとは思うんだけども、自分で取っていくっていう方はね、まあ、やってると思いますけど、そういう方はね、もう、ただ、ちょいちょい見といた方がいいのかなと思いますね。最初の値段でそのまま行くと、 ずいぶん損してることになるしね。もちろん上がっちゃう場合もあるから、とりあえず取っといて、いろいろと、ちょっと、ちょいちょい見とくっていうところが大事なのかなと思いますよね。1日でまあ20ドルとかどんどん動いたりするんでね。まあ、その辺も、えー、もし自分でホテル取ってっていう方はね、見といた方がいいのかなと。ただこれはホテルのブランドによってね、 そんなに動かないところとか、もう固定なところとかもあると思うんで、一概には言えませんけどもね。ただ、えー、今回撮ってるところだと、そんな感じでかなりね、安くなってきてるというところですね。ということでですね、まあ、昨日そのね、まあ、現地でのどういうものを見たいっていうところもね、リクエストのコメントもいただきましたけども、まあ、いつ行くっていうのは、ま、ね、言わないで行って、で、まあ、その、現地の動画が出たら、あ,あ、行ってるんだみたいになりますからね。 その時までお楽しみにしといていただければいいと思うんですけども、まあまだね、えー、何かあれば、どういうのが見たいとかね、いうのがあれば、また、いずれね、コメントいただければなと思いますけどもね。っていう感じで今日はこれでね、雑談も終わりたいかなと思いますね。